は西新宿に来てます。見てください、紅葉めっちゃ綺麗、秋っぽいですね。そしてそこに都庁があるということで、早速行ってみたいと思います。レッツゴー。めっちゃ大きいですね。すごい、初めて見ました。大きい。なんか形がちょっと変わってます。でもすごいですか。あとなんかあそこにもなんか初めて見るちょっと変わった形のタワーがあるんです。なんなんだろう。でもなんかちょっと丸っぽくて可愛いです。すごい、いろんな建物ありますね。ビルがたくさんでめちゃめちゃ大きい。大迫力です。すごい、めっちゃ大きい。大きい。想像以上にめちゃめちゃでかいです。この都庁243メートルあって、できた当初は日本で一番高いビルだったんだって。なんか新宿の都庁、東京の中心って感じがしてすごいびっくりです。ザ東京。高いビルだったり、あそこにちょっとテレビとかでしか見たことないんですけど、見たことのあるなんかオブジェみたいな赤いのあります。初めて見た。なんかもっとどでかくあるのかと思ってたら、意外にこじんまりと可愛いですね。この V と E の間をカップルで手をつないで通ると結婚ができるという言い伝えがあるらしいですよ。カップルの皆さん、一緒に手つないで歩いてください。ちなみに私は、そうだな、やっぱりサプライズでキラキラしたところで
大きいケーキと綺麗な指輪と一緒にプロポーズしてほしいです。待ってます。ピアノがあるのでちょっと行ってみましょう。私合唱コンの伴奏とかやってたんです。なのでピアノちょっと弾きたいと思います。今日は西新宿を散歩しました。いつもよく新宿には来るんですけど、こっちの方には初めて来たので、すごいいろんな新しいところも見れてよかったです。こっちの方が落ち着いてて過ごしやすくて、なんか一人でも散歩来たいなって思いました。もっといろんなところ発見したいです。じゃあまたねー。